宮本が22年シーズン好調だった要因などを話しています。最後には2023年シーズン坂倉監督からの要望などありますので、ぜひご覧ください。それでは本編をどうぞ。ドーベル TV。 一番変えようとしたところは重心、どんな感じ？そこはコンタクト率、軟式野球ってさ、言ったら死んだからどこも勝ちやん。まあ勝ちだね。レガシーっていうのは殿下のね。そうだからそことコンタクト率をまず上げようと思ったのね。で、そのコンタクト率を上げたくて、で、じゃあそれを適当にじゃあ打ったら誰かって、そうなのよ、ね、うん、なった時に、あ、じゃあ彼の成果だよってなってきて、で、うまく言うだから、その絶対ブレってあるよ。この自分が思ってきたがこうで、ボールがこう来たらこう当たりますって、なんかそのあれ絶対その通りに、もう 100% 全く同じ通り絶対いかないとか。でもそのブレが少なくなったほどコンタクト率って上がってくる。そのブレをどうやったら少なくできるかところを考えて、あ、じゃあ体かなってなって、で、なんかその体をうまく使うときに、なんか俺は結構その前まではわりかしフラットで止まってることが多かったんだけど、で、打ち終わりとか結構こうなっちゃうことがあって、こういうふうにね、結構今年じゃなくて前2021か21年の時俺打ってなかったよ。なんかタイミングが悪いと思ってたけど、なんかその自分が思ってるタイミングで言っても重心がどうしてもこっちに残ったままやから、本来ここで捉えるべきなのに残ってるから怖いになっちゃうんだよ。全部詰まりみたいな。だからなんかあれタイミング合ってんのになみたいな。でなんか打たれへんわなっていくんだけど、でそこを改善したかったから、その重心をこう前に置いて走った。前まですぐ言ったけど7-3とか6-4ぐらいだったんですね。俺はもう結構意識的にはもう8-2ぐらい構えてるのに。そう前8。そう、うん、だから俺結構かかとバックになってると思う。なんで浮いてると思う、タイミング取るときに、うん、でこうやって打つねんけど、ここの位置から、だから結局コンタクト率を上げるために体の使い方を変えるために、悪いところがかかと重心やったからつま先重心にして、プラス前で捉えたいから前足重心。ドーベル TV。 あ、でもなんか出塁率今シーズンめっちゃ高かったよ。上がったよ。フォアボールも多かったよ。うん、でも2021年ってフォアボールあんまなかったと思う。いや、あったけどイメージ的に。そう。結構なんか早打ちだった。基本は早打ちだけど。うん、そのあれかもしれない。待ち方も変わったかもしれない。あ、見極め的な。いや、なんか、いや、じゃなくて、打ってたわ。いや、前まではとりあえずストライク来たら全部振るみたいな。今年は目つけをしたってこと？今年はもうインコース高めに来たら全部打つって。で、ツーストライクまではもうここしか持たんみたいな。うん。待ち方にしたんで。そっちに寄せたんだ。そう。いや、もう結局インコース。一番飛ぶし、うん、一番出るのは俺の中ではね、分からん、もしかしたら真ん中とかもかもしれないけど、イメージ的にだからここだけを待ってて、でもここだけというか俺のイメージだけでもここかな、うん、この辺低めを切る、そうこの辺のもう顔ぐらいの高さのインコースまっすぐのストレートを一本待ち、ツーストレートに読まれるしたら、なんかなんていうのチェンジアップかもフライ、初球のチェンジアップ、あーみたいな、一番もったいなくなりますけど、ね、うん、追い込まれてからなんかどうしてもこう当てて何とかってなったら分からへんけど、初球のなんかチェンジアップ抜かれて甘くてもちょっとこうなるみたいな、一番もったいないなと思ったから、ここに目付けして、でここ以外の球も振らへんぐらい追い込まれるんで、うん、にしてたら勝手に下を切れるよ、うん、で外だろうが真ん中だろうがちょっと高く入ったら、もう全部俺がここに見えるから寝るから、でかなんかあとは勝手に体が反応してるんですよ。そしたら結局甘い球を振ることになってヒット率が上がるっていうのと、その低めを見つけてき切れてるから単純にフォアボールだから、それも相まってこう振らへんかったらどっかこの辺に来るしかない、うん、結局ね、うん、だから打率上がった。ドーベル TV。 あのランナーおったり打ちやすいんだよ、これ共感できる人おるじゃん。ランナーを食べちゃった打ちに行く。俺ランナー一塁にいた方が打ちやすい。なんと、うん、特に変わらない。一塁か三塁。
俺結構ランナーいた方が打ちやすくて、なんかそのセットポジションがいいのかな。クイック、うん、そうクイックとかセットポジションの方がタイミング取りやすいんです。だからこう最近はクイック元からセットポジションの方がめっちゃ多いけど、そうなんか多分、ね、スイッチがねなんか違うんだろうなみたいな感じだったの、うん、俺のなんかさっきの重心とか一応言って、うん、一番大事なのは集中力やつ。なんかトモヤはまあ別にいけるやろうみたいな感じで打席入ってくるときは打てない、あの低めの球とか簡単に振ってでも多分一番分かりやすかったのあの試合だったら、なんかケンポでやったときかな、あの守備位置をみんなでなんかコロコロって上がり始めたとき、お前もいたな、うん、あのセカンドショートサードでコロコロ一入が上がり始めたときは、うん、あのまあ、3人そこ3人これはもう集中力切れてるなっていうのはまあ分かったけど、普段そんな感じないっていうのは。俺結構打席の中でなんかその自分で思い出した時に集中力、普通は集中力がいつも通りの集中力と打った時の集中力もそれよりちゃんと集中してる。でランナーとかいいとかやっぱ気合入る、うん、したらしかもテントの中とか、絶対ここでテントの中見たときに集中するから出てる、うん、だから俺はもう来年 もう2個だけ意識する、まず1個は集中力やろと、もう1個はもう胸を見せないこと、これで多分来年も4割5分ぐらい。ノーベルTV、まあ、監督が期待する来シーズンの山本選手は、ああいいね、はいはい、じゃあ最後お願いします。そうそう、まあ、総集ね、うん、まあ、打率は、まあ、正午3割3分おお、リアルだね、ル3割3分ね、うんうんうん、まあ、最悪2割くん、あ、うん、2割くん、まあまあ、で、状況に応じたバッティング、ね、うわぁ、ここで上げんなよ、みたいなうわぁ、ここ、その初球のチェンジアップ振るなよみたいなのはなし。あの、まあ、2番打者って俺結構、まあ、最近の最強打者がありますから、ね、まあそういうバッターではないと思ってるから、まあそう別にその長打バッターっていうバッターじゃないと思ってるから、そういうバッターじゃない場合の2番って俺は結構我慢が必要なバッターと思う、うん、私利私欲を捨ててっていう部分が多いと思うから、私利私欲ない確かにそこを例えばだけど、トムヤちょっと調子良くなってくるとセーフティーとかしないからもう打つ、サインでだとするよ、いや違う自分で、ああまあまあ、ね、やっぱ打てない時ってこうセーフしようかな、なんてかしてるんじゃないからね、そう、だからそれをやっぱ打ってる時も状況を見て臨機応変にやるとか、例えばなるほどね、あとはもうちょっと走ってほしい、あーボールいいとか、うん、あそこはちょっと今年で俺はチームの一番の目標でもある。2023年総類。総類王というタイトルつけますか。だからまあやっぱ打率も大事だけど、まあ出塁率。出塁率と総類。うん。で三振を減らす。うん。うん、だからベースは今年がすごい良かったわけだ。今年にもうちょっと例えば総類とか増えていけば。うん。だからとりあえず自分のことは今年結構やったと思うから、相手にプレッシャーをかけることとか。わかりました。お願いします。お願いします。また楽しいことが打席に入ればヒットを狙う、ゴールの前ならシュートを狙う、ここ楽しむため全てをかける、全ての自分に